Hello everyone, welcome back to my channel. 皆さん、こんにちは。ラブです。ですね、今回はこういったとてもまたまた春っぽいオレンジと、今年の春にとてもいろんなお店から出てきているミントグリーン。雑誌にも結構載ってるかと思うんですけども、このミントグリーンを使った春メイクをやってみました。で、このヘアスタイルもまたチュートリアルで作りましたので、よかったら頭の方のリンククリックしてみてください。とっても簡単なので、これもまた春っぽいかと思います。では今からはメイクのチュートリアルぜひ見てください。では初めにファンデーションとしてこの NARS のティンティッドモイスチャライザーを2色混ぜて使います。ガーニエのロールオンというこのクマを消す用のコンシーラーですね。で、目の下をつけて、目元を明るくします。で、その後に MAC のミネラルスキンフィニッシュのミディアムをブラシでつけていきます。で、MAC のブロンザー、マットブロンズを大きめのチークブラシで、次に眉はネイキッドパレットのこのバックというマットブラウンをブローブラシで描きます。ではアイメイクに行きます。今日のアイメイクはとても簡単に上1色、下1色で、ここの、ハイライトというので3色だけ使います。まずまぶた、ここのところにこういう明るいオレンジ系を入れていきます。これはイングロットの AMC シャインの15番になります。これを普通のアイシャドウブラシにとって、くぼみのところまで入れていきます。次に下まぶたなんですけれど、ちょっと2色を混ぜます。水色とちょっとんていう色なんだろう、ティールっぽいグリーンカラーなんですけど、これとこれをペンシル型のブラシにとって、下まぶたのところに入れます。ミントグリーンのアイシャドウをお持ちの方はそれを使ってください。違うペンシル型のブラシでマットのホワイトを取ります。
ブラウンのアイライナーを引きます。で、マスカラをいつも通りにして戻ってきます。で、これでマスカラを塗り終わりました。では、フェイス最後仕上げをやっていきます。もうブロンザーは塗っているので、今日はちょっと春らしく可愛いピンクなチークにしたいので、NARS のオーギャスムを使います。小さめのチークブラシに取って、で、リップは、レブロンの613番。とってもヌードな、ヌーディーな感じで。あんまり色が変わらないかも。で、出来上がりです。ちょっと流行りなミントグリーンみたいなグリーンを使った春メイクになります。とても簡単なのでぜひやってみてください。で、今から髪の毛をアップにしようと思うんですけども、ビデオがあまりにもちょっと長くなってしまうので、次回にヘアスタイルの方の動画をやりますので、そちらの方も多分できたらリンクをここら辺に、それからディスクリプションボックスの方に書くので、ぜひヘアスタイルの方も春らしいアップスタイルしますので見てください。ではまた。バイ。